皆さんおはようございます。私がこの磯田康孫73になりましたですね、66の時に外国語大学行きまして、69歳で英検1級合格ということでこの動画作っております。私の趣味でねやってるチャンネルでございますということで、今日は何の話ということで、昨日ねちょっと名古屋行ってきました。これは英語とあんまり直接関係ないんですけど、家族でちょっと4人で名古屋で会食してきたんですけど、名古屋ね行ってみて分かったんですけど、結構にぎわってますよね。はい、地下鉄なんかもう祭日、日曜にもかかわらず満員でしたですよね。でさらに新幹線ね、ゴールデンウィーク中ということで、のぞみは全席指定席になってました。9割方の入りですよね。行きも帰りも9割方の行きでした。京都駅から名古屋まで行ったんですけどね、往復ね、約30分ほどです。席はね取れます。3人の私と娘と、嫁さんの3人でしたからね。でも9割方の入りでしたね。いうことで昨日行ってきました。で今日は何の話ということで、今日実は英検1級のね面接特訓を久しぶりに再開しまして、結構見学者の方も多く来られてましたですね。昼間の時間帯ということで、主婦の方の参加が非常に多かったですよね。でその中でね、私が非常に強く思いましたのはね、どういうことかというと、もう一言で言って英語力よりも国語力という、ここに問題があるということなんですよね。で別に英語だけやなしに、あるいは数学であり社会であり何であれ、その根底にあるのは国語力なんですよね。国語力がないと、数学も英語もうまくはなれないということですよね。でやっぱりね、普段からねそういう簡単に、例えば1個のテーマを与えられて2分間でさっさとこうまとまった話をするという、そういう機会がないかったばかりなんですよね。そのためにもうむちゃくちゃこう話がたどたどしく、しかも論点からガーッとずれていくんですよ。本来の与えられたテーマからずれていっちゃってる、あるいは全然それ関係ないだろうというようなことを平気でこう言ってこられるんです。しかもね、自分でこう頭の中で混乱しちゃうもんだから、英語がこうぐちゃぐちゃになってしまうんですよね。でそれを直す一番良い方法、前から言ってるんですけども、別に英語で作文されなくて結構で、むしろ日本語でやっていただきたいですよね。テーマ1個与えましたら、いつも言ってる4行英作文というやつですよね。1行目、導入部分ですよね。2行目が理由1で、3行目が理由2で、最終4行目が結論という、このたった4行の日本語で書き込んでほしいですよね。このテーマに対してはこういうふうに対応する、このテーマに対してはこういうふうに持っていくという、そのきっちりとした4行作文をやっていただいて、10個ぐらい20個ぐらいのテーマをそうやって やると、あ、こういう問題が与えられた時はこういうふうにして答えていくという、その要領が分かりますのでね。そしたらあとはそれを英語に直すだけなんですよ。でそれもできるだけ簡単な英語でいいんです。非常に複雑な英語を使う必要は全くないんですよね。そうすればね、十分合格できますのでね。で、やっぱりね、この英語力よりもその前段階としての日本語力に問題を持っている方がほとんどなんですよね。で、それさえできたらいけますわね。それとあとは、その4行作文で出た日本語でいいですから、それをいかにこう優しい英語にスッスッと持っていくか、この練習ですよね。それをやっていただいたら、英検1級の特訓というのは十分どなたでも突破できるレベルに行きます。ただね、今日出したってわけにいかないんですよね。私のいろいろやってきた経験から言うとね、大体2、3ヶ月でかなり向上します。日本語の4行英作文をやって、そこから英語にするというこの形ですよね。だから最初はもう英訳しなくてもいいぐらい、英訳なくてもいい、テーマ10個に対してその、日本語の4行英作文を10個作る。であとは英語にするという、もうだからその英語以前の段階のところに問題があるんですよね。それさえきっちりやってもらえばね、いけますのでね、あらゆるね、その学問
本の基本にあるのは国語力なんですよね。英語ももちろんそうです。数学、あるいは地理であるとか生物であるとか、あらゆるものは国語力、読み込む力、そして何を言わんとしてるかということをきちっと把握して、それに対して自分はこういうふうに考える、こういうふうに理解したということを他人に対してすっきりと分かる形で表現できる、これの練習ですよね。これさえやってもらえばね、十分一級突破できます。はい、いうことですよね。まああとね、英語はスムーズでないという、そういう問題はあるんですけどね、それはおいおいその練習していったらねいけますので、そこのとこが一番引っかかってるとこかなというふうに思いましたので、今日気づいたのでそれを言っていくので、ゴールデンウィーク中、練習してくださいということでお願いいたします。